フィリバート・コマーソン・フィリベール・コメルソンは、フランスの植物学者、博物学者である。ルイ・アントワーヌ・ド・ブーガンビルの世界一周探検船に、乗船し、植物を採集したことで知られる。シャティ・オンシュル・シャラロンヌに生まれた。若い頃に、植物学に興味を持ち、クルニーのベネディクト派のカレッジで学んだ後、1737年に、モンペリエの医学部に学んだ。 珍しい植物に対する情熱は、植物園から植物を盗み出すこともあった。1754年に、モンペリエ大学から医者の資格を得た。フランスやヨーロッパで薬草などの採集の旅を行い、地中海の魚や魚類の著書を書き、これは、カール・フォン・リンネの知ることになった。1760年に、交渉人の娘と結婚したが、妻は1762年に、 出産の時に没した。1768年のルイアントワーヌ、伴った従者のジャンヌ・バレは断層して、船に乗り込んだ女性で、後に様々な文学作品などに取り上げられた。寄港した各地で植物採集を行い、コメルソンが発見した植物は60の新しい属、3000種に上った。その中には探検隊長の名前をつけたブーゲンミリアもある。 1768年に救命フランス島で植民地監督官で植物収集家のピエール・ポワブルと出会い、ブーガンビルの探検隊から離れ、故障の栽培種を探すフィリピンや東南アジアの探検にピエール・ソネラ共に参加した。1773年にマダガスカル島で植物研究を行った後、モーリシャスで46歳で没死した。 青ギリ科のコマーソニアプルチェラなどに、懸命されている。コムは、植物の学名で命名者を示す場合に、フィリベール・コメルソンを示すのに使われる。プラントハンターヨーロッパの植物熱と、日本白旗広三郎講談社 ISBN40 億6258万63。ありがとうございます。